ムズです。今回はヘブンギフトさんよりご提供いただきました、ソリンの、バーゴンになります。それでは手元で開封していきます。それでは、ソリンのバーゴン、開封していきます。こちらね、サンプルになりますね。サンプル版になります。はい。じゃあ開封します。はい、内容物以上になります。まあ、合格賞があって、コーション。5分、リキッド入れて5分経ってから使ってくださいとあります。あとセーフティーワーニング、はい、ワランティーカードでトラブルシューティング、まあマニュアルですね。これ10分って書いてますね。はい、インジケーターが、まあ、バッテリー残量で、つくと、70% 以上がハイで緑、30% 以上 70% 未満がミディアムで青、30% 以下がローで赤と。まあ、重量の方が 56g、カートリッジの容リキッド容量が 2ml、ポリカーボネードかな、カートリッジがね。ですから清涼剤とかね、メンソールとか、まあ、あんまり入れない方がいいでしょうね。コイルの抵抗値が 1.3 から 1.4 オーム、バッテリー容量が 430mAh、チャージングボルテージが DC5V と書いてありますが、あの 5V の 0.5A がマックスみたいですね。ですからまあ 2A とこの高速充電とかじゃダメですね。ここに書いてありますね、 500mAh はね。でまあ60分バッテリー、あ、違う、充電時間は1時間。そしてサイズは長いところ縦で、105mm の、幅が最大が 20mm、 じゃあここが 20mm かで、25mm とワイドがとなってます。とあと充電用のね USB マイクロ USB のケーブルですね。では本体、結構ね質感がね、ピカ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 、塗装綺麗ですね。これはね、僕も大阪の、ベイプエクスポで見てね、かっこいいなぁと思ったんですよね。まあ、ソーリンエアーとか、ソーリンドロップとかからすると、ちょっと大きいですね。サイズはね。まあ、重量は46とか、56g。ですから、そんなね、まあ、ペン2個ぐらい持った感じ。なんで、そう重たくは感じないです。で、ここクリップがあるんですよね。クリップがあるんで、まあ、胸ポケとかにね、こう挟んで入れておいてもいいですね。はい。まあ、リキッド入れたら最初はね、10分間放置してくださいとか言います。多分そんな感じです。で、まあ、ここにマイクロ USB の充電ポートがあります。多分ここ光るんでしょうね。結構吸い口は細いんで、MTL ぐらいでドロー重たいのかなと、まあ、見た目では感じますね。では、外すと、まあ、こっちこうですね。まあ、こう、ちょっと見にくいですけど、これ外してから使ってくださいっていうことでフィルムがついてるんでね、これを外してから使います。ね、外してみると、ちゃんとリムーブって書いてありますね。で、ここにね、シリコンパーツがあるんでね、これを外して、リキッドを入れます。まあ、コイル見えませんが、まあもしかしたらね、このあたりね、ここフックがあるんで、分解すると分解できるかもしれません。まあ、ソーリンエアーもドロップも、まあこれがね、単体でね、500円ぐらいで販売されてたんで、まあそちらをね、購入して交換するのが一番いいのかなと思いますね。では、リキッドを浸透させておきたいと思います。まあ、ちょっとね、スポイトだと、入りにくいかもしれないで、ちょっと細いノズルとかの方がいいでしょうね。まあ、こう入れて、見えないよね。
今ちょっと、光がね入らないんでちょっと見にくいですけど、どうですかね。こんな感じでね、入ってます。ではまあこのままね、反対側、まあ下側にこれあるんで、この状態でね、10分ほど放置して吸っていきたいと思います。ではカメラ照明戻します。はい、ソリバーゴンですね、レビューしてきました。では吸ってみたいと思いましたが、その前に充電やってませんでした。ではつけると、まあこのようにね、光りますね。なります。まあ、オートなんで、プフスイッチとか、スイッチとか一切ありませんので、このまま吸ってください。まあ、で、あれですね、吐かないように、吐くと多分、そのオートスイッチが、壊れる可能性がね、あるんで、これを吐かないようにしてください。まあ、吸うときに、捨てるときにここがランプつきますね。これでバッテリー残量ね。青と緑と赤かな。青と、そう、緑、青、赤。で、確認します。結構ドロー重いかなと思ったんですけど、そんな重たくないですね。DL できちゃうぐらいですね。うん。味はね、まあ悪くないですね。うん。でも、なんだろう、バッテリー容量が 430? なんで、で、リキッドの容量が2ミリでしょう。ってなると、僕は、ソーリンエアーでいいんじゃないかなって思っちゃうんですけどね。こんだけサイズも大きいし。だってソーリンエアーが確か同じぐらいのバッテリー容量なんで、で、まあ、軽くてカードぐらいの薄さだし。うん。まあ、味もそんな変わんないかなと思うんですけどね。なんだろうね。後発でね、出てきた商品なのに、こう、前よりもいいのか悪いのかわからない。まあ、このサイズが、とこのスタイル、見た目がね、欲しい方だったら、いいんでしょうけど、でも、まあ、サイズも大きいし、で、バッテリー容量変わんないし、リキッド容量も変わんないし、多分そんな変わってないと思うんですよ。って考えると、まあ、エアーでいいんじゃないかなっていうような感じがします。うん。まあ、ドローはそんな変わらないかな。うん。まだちょっとソーリンエアーの方が、なんだろう、厚みは薄い分、吸いにくいっていうかね、なんで、ちょっと重たいような感じもしなくはないですけど、まあそんな感じですね。はい、レビューは以上になります。またヘブンギフトさんのね、商品ページの方、説明欄に貼ってきますので、よろしかったらご覧になってみてください。それでは、今回はヘブンギフトさんよりご提供いただきました、ソーリンのバーゴンでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた。